福岡県道66号桂川市も、秋月線は、福岡県下方郡桂川町から、浅倉市に至る県道である。浅倉市と鎌市の間の峠はかつては白坂峠と、呼ばれていた。しかし、現在では、峠の浅倉川のすぐ先から、冷水峠の方へと分岐する福岡県道438号、白川総局線が開通し、 この道の浅倉市と浅倉郡筑前町との境界にある峠の故障となっている。この白坂峠の鎌市川では、恩賀川支流の泉河内川の谷沿いの道が、旧道であり、白坂水道を通り、川の対岸である飯塚市にも入っていたが、鎌市川に新しくバイパスが開通し、今ではこちらが県道として指定されている。旧道のうち、白坂水道とそれより、 朝倉方面への1727メートルの区間は土砂崩れの恐れがあるため通行止めとなっており、南京城のかけられたフェンスで固く封鎖されている。なお本堂は、江戸時代には、秋月から飯塚へ向かう秋月街道の脇道で、白佐古市と呼ばれていた。鎌郡や穂波美に藩量を持ち、藩外との輸送に恩賀川の水運を活用していた、秋月藩の藩生にとっては、 非常に重要な道であった。秋月藩の参勤交代では八丁峠から秋月街道をまっすぐ小倉まで行くのではなく、この道から長崎街道へと入るルートを通行していた。福岡県道66号桂川下も秋月線、ありがとうございます。